リンハローパラレルリンパラレルのリントです。はい、ということで本日は私もご飯を食しながら、サナちゃんにご飯をあげようかなという動画です。どういう動画やねんっていうね状況ですけれども、はい、っていう動画です。はい、でまあサナちゃんにね、ここに解凍したマウスがね入ってるんですけれども、あげていきましょう。そしてもう一個サナちゃんの部屋にうんちがすごいことになってるから、そこを片付けていこう。わあ、そこにしたのか。掃除めんどくさいとこにしたよ。よいしょ。あー、そろそろ100均にベッド用のベッドシートを買いに行かないと。もうベッドシートがここつきますね。よいしょ。ふきふき。ふきふき。ふきふき。まあ別にこれオブジェクトなんでね、置かなくてもいいっちゃいいんですけど、置いてあるとね、ちょっと夏っぽい感じがして、いいなと。最初ね、ヤシの木とかも置いてたんですけど、あんまりヤシの木合わないんで。さあ、まず私が、本日はキャベツと、豚肉の野菜炒めですね。で今日はあんまり醤油とか使わずに塩コショウとクレイジーソルトだけにして、キャベツ本来の甘みをねちょっと楽しめるような感じにしました。ちょっとだけ、まあ、醤油入ったりはしてるんですけども、あとは塩コショウが多めかな、どっちかだったら。ほんとちょっとみりん入れたいって感じでした。ではいただきます。うん、キャベツがシャキシャキで美味しいですね。うん、うん、美味しいでございますね。ここのココナッツがうんちで固まってるんで取っていきます。これ何だったかな、コーヒーとか紅茶とかに使うようなスプーンなんですけど、捨てる時にちょうどいいんですよ。さて早速この子にご飯をあげていきたいんですが、はい、出ておいで、サナちゃん。でご飯をあげていきますので、ここからはマウスが映りますよ。マウスが映ります。アップでは今回ないですけれども、ドアップではないですけれども、映りますよ。3、2、1、映ります。よいしょ。マウスを上げていきましょう。多分食べるでしょう。はい、食べました。本当にこの子慣れてるね。あ、シェフィとサニーが喧嘩してます。まあ、喧嘩ってことじゃないけど、追っかけ回されてるだけなんで、サニーがね。まあ、だけって言っても嫌っちゃ嫌だろうと。もう怪我してないんで私は全然気にしない。怪我するようだったらね、本当気をつけなきゃと思うんですけど、怪我してないんで。怪我するほどの怪我の場合、もう食ったのお前早くない？2匹目いくよ。はい、2匹目。はい、ちょっと、はい、2匹目も行きました。今ね
このサナちゃん、セイブシシバナヘビのサナちゃんに関しては週に2かな、日曜日と水曜日に餌をあげるようにしてますね。もう食った、もう食ったよ。1匹は今ここにいる、こことここ。あ、入って、もう下がってったね。動きが見えたかな、今の。今ここに2匹いますね。多分この辺がね、人間でいう食堂なんだと思う。で、肺とかが多分この辺にあるんだと思うんだよね。で、食堂があって、多分胃袋はこの辺。で、胃で溶けて、腸でうんちみたいな感じ。小腸、大腸って感じだと思う。心臓ってどこなんだろうな、やっぱりこの辺なのかな。この辺も分かりかねてしまいますが、はい、ということでね、はい、サナと一緒にご飯を食べるという謎動画でございます。どうから喧嘩しないの、シェフィー。喧嘩じゃないんだよな、シェフィーが気になりすぎてダメなんだよな。怪我だけさせないでよ。はい。ついシェフィーとサニーを見てしまって、ちょっと無言の空間が生まれました。はい、というところでございます。また、次回の動画を見ていただけますと幸いです。こんな感じでね、動画アップさせていただいてますので、お願いいたします。よければチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォロー、そして、今後のね、動画だったりとかもぜひぜひ見ていただけますと幸いです。はい、ということで本日は以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントとサナちゃんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。